こんにちは、ツリーフェスティバル2020 in 横浜リングスエンジンブースです、こちらコンクルージョンだったんですね。コンクルージョン、いよいよ発表しちゃいました。こちらの、ね、コンクルージョンというのは、まあ、ハブで作ってるんですよね。ハブとエンジンのコラボ、のアイテムになります。まあ、今こう展示しているのはまだね、プロトのモデルで、まあ、デザインもこのパネルにあるようにまた今後変わっていくと思いますし、まあ、アクションはまあ今この64とかも完成してるんですけども、まあ、こういったロットです。まあ、フルラインアップ一気にドンといくんじゃなしに、まあ、完成したものから発売しつつ、まあ、自分も今まで手掛けてきたスツディウスっていうモデルがありますんで、まあ、それと併用して今後また使っていって、まあ、新しいアイテムはこのコンクルージョンからどんどん出していこうと思ってます。一本ずつ、はい、一本ずついただいてもいいですか。はい、時間と見る限り、これがね、65MS か、MS っていう、まあ、ソリッドティップを使ったベイトロッドです。まあ、曲がりはこんな感じで、結構ファーストテーパーで、で、まあ、先は、まあ、ちょっと固めのスピニングぐらいの、硬さを持っていて、バットパワーがしっかりしてるっていうワーミングロッドですね。まあ、ベイトフィネスっていう釣りよりも、もうちょっとベイトワーミング、例えばちょっと大きめのネコリグとか、スモラバ、そういった、まあ、ベイトフィネスよりもちょっとワーミングに特化した、まあ、ライトテキサスのこうシェイキングで食わせるとか、そういった釣りに特化したワロットですね。まあ、これ、まあ、自分の使うベイトロットの中にはこういうコンセプトがずっとあったんで、まあ、これは早速作ってみました。それからですね、これがね 64LS、 これもほぼ完成してます。あとデザイン載せるだけなんですけども、これはまあ、ソリッドティップのロットなんですけども、曲げて分かるとレギュラーテープ結構真ん中から曲がります。64の SULS っていうスモールのサーブがあるんですけども、まあ、それよりももうちょっとパワーのあるミドストとか、表層のピクピクとか、そういったこういうシェイクしながらのリーディングアクション、こういったのを、まあ、特化したロットになります。これはね、かなりトーナメントシーンでも出番があるんで、アイシビキとかにも向いてます。それからですね、これベイトの 66M プラス、今までファンタジスタスティースのビヘイビアっていうモデルを使ったんですけども、まあ、あれも発売して6年になります。まあ、そろそろ、ちょっとタフブランクスを使って新しいものが作りたいなと思って作ったロットですね。で、まあ、これはもうビヘイビアとスタンドアップの間ぐらい、はい、スタンドアップよりもちょっと柔らかくて、ビヘイビアよりもちょっとレギュラーテーパーっていうような感じで、まあ、66のバーサタイルロット、まあ、何でもできるかなっていう感じで、バックスライドからヘビーダウンショット、それからまあクランクベイト、スピナーベイトまでできるっていうロットですね。それからね、ちょっとこれ置いといて、さっきこっちに説明します。これ68の LS っていうサムなんですけども、これはライトキャロ、まあ、ライトキャロ投げるにはどうしてもちょっと竿の長さが必要になりますので、その長さを利用した、68の、まあ、L っていうサムです。で、まあ、どういった人に向いてるかというと、もちろんライトキャロはそうなんですけども、ちょっと流れのあるところでのスモールマウス、遠投もできますし、魚を寄せる力もある。それでいてこうソリッドティップの柔らかさもあるので、まあ、ちょっと流れのあるところでのスモールマウスバス狙いにぜひ使ってもらいたいなと思う一本で、まあ、がっぱりとかでも使えるかなと思ってます。さっきまあ保留したこの竿は、69の L っていう LS っていう竿で、まあ、ショートロットですね。まあ、ダブルブランクスを利用した、軽さを利用したショートロットっていうのを今ずっと考えてまして、短い方がより軽くなるんで、まあ、とにかく軽さを追求したロット、それを1本作りたいなと思って今回作ってみました。これあくまでも参考出典ですね。まあ、デザインはですね、まあ、ちょっとかなりスディウスに近いデザインになってるんですが、今後は、まあ、大きくコンクルージョンとしての、デザイン性を有志してやっていきたいと思ってますんで、まあ、今後の動きぜひ注目してください。ありがとうございます。ありがとうございます。